キャロル・シェルビーは、アメリカ合衆国テキサス州出身の1950年代、後半に活躍した元レーシングドライバーである。レース引退後は、レーシングカーデザイナーとして後世に残る名車を数々作り上げた。1991年、国際モータースポーツ殿堂入り。2012年5月10日、テキサス州ダラスで死去。89歳ボーツ。 ダラスにあるウッドロー・ウィルソン高校を卒業後、アメリカ陸軍航空隊に入隊。第二次世界大戦まで飛行教官やテストパイロットなどをしていた。除隊御用形状を経営するが、友人に誘われアマチュアレースに参戦し、優勝してしまう。この勝利がきっかけとなり、プロの道へ進むこととなる。1958年。 第6戦フランスグランプリでスクーデリアチェントロ・マセラティより F1 デビュー予選17位決勝リタイア第7戦イギリスグランプリで予選15位3週遅れながら初完走第10戦イタリアグランプリでリタイアしたもののチームメイトで同郷のマステン・グレゴリーとマシンをシェアして4位でゴールマシンシェアのためポイントは半分の1.5点を獲得 これが生涯最初で最後のポイント獲得となった。この年は4レースに参戦した。1959年、第3戦オランダ GP よりアストン・マーティンで参戦、予選10位、決勝リタイア。同チームより、ルマン24時間レースに参戦し優勝した。第5戦イギリスグランプリで自身予選最高位の6位となるも、決勝リタイア。 第8戦イタリアグランプリのレースを最後に引退。予選19位、決勝10位。心臓病でレーサーを引退後、シェルビーアメリカンを設立。イギリスの AC カーズの車シシーをベースにフォードモーター製260エンジンを搭載した AC コブラを設計し、1962年、イギリスとアメリカで発売した。1963年シェルビーは289エンジンで、 FIA の GT ホモロゲーションを取得し、ルマン24時間レースをはじめとした GT レースに参戦を開始した。1964年にはシェルビー・デートナでルマン GT クラス優勝。1965年には FIAGT 選手権を取得した。同年エンジンを427に変更し、 ホモロゲーション取得のためにロードゴーイングバージョン 427SC が製作された。一方で当時フェラーリ買収をもくろみ失敗に終わっていたフォードはルマンでフェラーリを打ちまかすため GT40 を走らせていたが1964年、1965年と連続して全車リタイヤの浮き目にあっていた。百六十五年ノルマン十四時間レース終了後、 シェルビー・アメリカによるリメイクが行われ、マーク2となった GT40 は、翌1966年のルマ24時間レースで1の3位までを独占。その後、マーク4に進化して1967年、1968年、1969年と4連覇を達成した。こうした過程で当時、フォードの副社長であったリーアイア国家と、 親密な関係にあったキャロル・シェルビーは若者に人気のあったマスタングのレースバージョンであるシェルビー GT350 や GT500 を製作するなど、ますますフォードとの関係を深めていった。アイア国家がフォードを解雇され、クライスラーの社長に就任するとフォードとキャロル・シェルビーの関係も困難な様相を見せ始めた。シェルビーはクライスラーの中でもとりわけ ダッチブランド社のモディファイを手掛けるようになる。ベースとなったのは、サブコンパクトのダッチオムに、ダッチチャージャー。チャージャーをベースによりスポーティで、高級感を出したダッチデートな、ミッドサイズのスポーティセダンダッジランサー。チャージャーが、生産終了した後後継者で登場した、ダッチシャドウが、ベース車となっていた。その集大成がバイパーである。ありがとうございます。